坂倉力がお送りする「力の豆知識」今回ご紹介するのは看板メニューの「メンチカツ」です店内でもお土産でも大人気のメニューです粗挽きの国産豚肉と黒毛和牛を使っており肉の旨味がじゅーっと広がってくるんですよサイズもねかなり大きいですよ食べ応え十分の一品メンチカツを食べてカツカツ 勝つ、明日は明日の酒を飲む。もう開き直っちゃったよ。浦和大宮上福岡西川口武蔵浦和池袋。工場直売店大宮旧長船橋店も元気です。酒蔵力場。全部で十四店舗。酒蔵力。お、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 お。おい。絶。力ね。 この番組は坂倉力と共にお送りします。セタローの海賊ラジオ、レッズ力舟、船長、の野セタロです。4月18日、木曜日、夜を迎えました。サボタの皆さん、お元気でしょうかバカなこと言うなよ、セタロ元気じゃないよ。って、そんな声が聞こえてきそうでありますよね。そりゃそうだ。あの、レースル船の敗戦を、 引きずって、その後スポーツ新聞、西が伝えていた西野勤テ,テクニカル・テクニカル・ダイレクターの退任、公式発表が重なって、で、週末に向かっていくわけでありますからね、なんかこう、モチベーション上げようと思っても、いろんな意味で、とても難しいですよ、メンタル的に、サボターもね。さあ、今週はホームに戻って、ガンバ大阪戦になりますけれども、え、異論・反論列れで、ウラ列 OB の坪井圭介さんに、 まず、レースルー戦、なぜあんな状況になっちゃったのか、あれを打開するためには何やったらいいのか、で、ガンバ大阪戦、どういう戦いが飛ばすればいいのか、で、もう一つ、堀之内聡、新スポーツダイレクター、坪井さんと売られず、加入同期です。あのユニバーシアド組の2人です。だからよく知っているんです。だから坪井さんには堀 への思いも聞こうと思っておりますさあそれでは執行しましょうまずこのコーナーからレーズニュース西野ストムテクニカルダイレクター退任です2019年11月からフットボール本部の設立とともにテクニカルダイレクターを務めていた西野ストムさんが退任の意向をクラブに伝えました売られず4月15日付で TD 職の契約を解除し 6月おしまいまで、フットボール本部の一員として引き継ぎを行ってまいります。堀之内聡、スポーツダイレクター就任です。西野さんの退任を受け、クラブは4月16日付で、フットボール本部で部長を務めている堀之内聡さんが、スポーツダイレクターに就任と発表しました。スポーツダイレクターの職は、土田久志さん退任後、空いていたんですが、堀之内さんは、クラブを一度退職しました。 そしてその後、スポーツダイレクターに就任という形になりましたそれでは堀之内スポーツダイレクターの声出材してまいりましたお聞きください。えー、この度、えー、スポーツダイレクターとなりチームの責任者として働かせてもらうことになりました選手としては、えー、10年間そして、えー、クラブスタッフとしても、えー、10年間トータル20年間はい えー、このクラブに関わらせてもらい、えー、今回また新たな職を仰せつかりましたあのー、そうですねあの自分にできることは本当に選手を支えて強くて魅力あるチームを作っていく、まあ、これに尽きると思うので、あのー、そこに精進していきたいと思います、まあ、やはりそのためには日々の練習も繰り返しになってしまいますけどそこの積み重ねなのでやはりあのー まあウラレッツの理念にもありますけど、あの喜びや感動を与えられるプレー、それこそパーソナリティも含めて、やっぱそういったものをあのピッチの上で示すことによって、あのそれに引きつけられて、えっ、ー、とファンサポーターの方が来てくれると思っています。それはあの選手に求めるだけでなく、やはり監督コーチ含め、そして僕らも含めてあのそういった姿勢で望まなければいけないと思っています。 先ほどの今までの業務の中でいうとアカデミー連携というあの、えー、タスク役割もしていたのであの毎週のように、えー、アカデミーの方々とはあのミーティングしてましたし、まあ、去年に関しては週1回ぐらいはあの世の八王子の方にも、えー、と行っていました、まあ、その中で、はい、あの先日の試合も、ね、あの栃木 SC のニュースですよ、ね、にあの対象しましたし あの積極的にねあのその、キャンプもそうですけど、あのアカデミーの選手には、えー、とトップチームの方で練習参加もしてもらいたいですし、ただ学校が始まるとね、なかなかそういうのが難しい部分もあるんですが、あのはい、あのどんどん成長して、えー、ここで練習して、成長して、でさらにもう一回、えーと、アカデミーの方に戻って、それを貢献し、えー、フィードバックしてもらう。 といいいいいうのはいいサイクルを生み出しててきたいなと思ってますそ,その辺はあの今でいうとあの池田コーチがかなり、えー、尽力してくれてる部分もあるのであの池田コーチも実際ユースの監督をやってましたし、はい、非常に助かっていますこの話題は最後のコーナー「俺たちのレース声」でも皆さんのお便りを交えながらお伝えすることにいたしましょうさあ固い守りの前に連勝できなかった柏レースル戦です イリング戦第8節アウェーになりました岩尾健選手練習中の負傷で欠場そして両チームともパリ五輪の出場権をかけたアジアカップに挑む23歳以下の日本代表選手を欠いた形で行われました柏のコンパクトな肩相守りに苦戦した浦和0対0で迎えた72分左サイドを突かれ途中出場で元浦和の木下洸介に決められこれが決勝ゴールとなりました1対0で 敗れました突然のあの解消いかせ結局連勝なりませんでしたこの試合についてこの後異論反論連続ねで坪井啓介さんと振り返りますプリンスリーグ,リリーグ栃木 SC に対象アカデミー情報です14日日曜プリンスリーグ第2節アウェーゲームで栃木 SC 戦行われました 開始1分で先制すると前後半で3ゴールずつ奪って6対1で大勝。平川忠監督8勝利ですレズレディース情報です4月14日の日曜午後2時からホームの駒場スタジアムでウィリーグ第14節野島ステラ神奈川相模原戦行われました27分塩子静穂の技ありの反転シュート決まって先制 60分にはおなじみですよ、もう彼女は必ず決めてくれるでしょう、清家希子がこの日もセットプレーのチャンスでヘディングシュート、貴重な追加ゴールを決めました、これで8試合連続ゴールですよ、清家さん、記録更新中、結局2対0、レーズレディース、クリーンシートの勝利、7連勝となりました、でウィーリング、今日各地でリーグの第15節が行われました。 レーズは夕方6時からナクファイブスタジアムで埼玉ダービーオーミーアルディージャ・ベントスと対戦して結果はこのようになりました試合情報ですトップチーム20日夕方4時からホームの再スタガンバ大阪戦です翌週24日水曜ルヴァンカップ始まりますレーズの初戦はファーストラウンド2回戦 J3 リーグガイナーレ鳥取との対戦でありますそれでではここで えー、今日行われたガイナーレ鳥取の岡野正之代表取締役、ゼロレンマネージャーと、ウラレッズでキャリアスタートした大城圭選手のオンライン会見の模様お聞ききいただきましょう、えー、本当に、えー、私も、えー、GM になって、えー、ウラレッズとはトレーニングゲームでもやりたいなと思ってたんで、まさかこんな公式戦で、ウラレッズと対戦できるとは思っておりませんでした。 えー、本当に、えーまあ、外なり鳥取としても鳥取の方からもしても本当にやっぱ裏とできるということは、えー、なかなかこういうのは実現できないことなので大変嬉しく思っております。えー、J リーグが J3 を観戦してさせていただいたのでこういうゲームが、えー、現実になったということで本当に感謝しております。僕自身高校年代から、まあ、トップ昇格までさせて初めてプロに。 なったクラブで、まあ、そういったお世話になったクラブと対戦することに対して僕自身非常に楽しみですしで僕がやっぱ所属していた頃、まあ、19歳二十歳十九歳か十九歳の頃と比べて僕が成長した姿をそのまあ裏のサポーターだったり裏の関係者にまあお見せできる そのタイミングが今回のこのルバンカップとしてあるんでまあそこに対しては僕も楽しみですしまあそこに対して表現していきたいなって思ってます神戸に移籍された時にこのフルス対戦っていうのを公式戦で体験したかと思います、はい、その時の思い出もし覚えていればええー、そして今あのこの大城選手の気持ちを察するとどんなところ公式戦ではどんなところに注意して彼にも 大うした選手にプレーしてもらいたいと思います。そうですね。僕もあの。その見せる時、裏側とやった時はもう本当燃えたというか。まあ、勝手に燃えましたよね。やはり僕は別に、うらわれつ恨みがあったわけでもなんでもないんですけど。やっぱり元気な姿を見せたいじゃないですか。で、なんかこう張り切りすぎて、なんかサポーターを煽っちゃったりしとくんですけど。 で、僕がアシストを2つ決めてその時もベンチにうわーって煽りに行ったら土田さんがてめえこの野郎ってめっちゃ怒ってましたけどあの、やっぱフルス対決というのはいろんな思いがあって、えー、悔しい思いもあったりいい思いもあったりただやっぱり元気な姿を見せたいっていうのが一番なので,でサポーターにもまだやってるよと。 まあ全然元気だよっていう姿を見せれる場所でもあるので、面白君ももう本当に、ね、あの、またレッツに帰れるようなプレーを見せてほしいなと。まあ、帰ってほしくないけど、でもそれぐらいの意気込みで僕は頑張ってほしいなと思ってます。2、はい、人の声でした。さあ、試合情報を続けますね。 レズレディス21日日曜午後1時からアウェーでマイナビ戦大レディスとの対戦です、えー、3連戦のラスト勝利で締めくくってまいりましょう最後に長谷部誠さんが日本時間水曜夜8時半から記者会見に臨んで今シーズン限りで選手生活から退くことをドイツ語で語り発表しましたまずは 残り1ヶ月のリーグ戦フランクフルトのため全力を尽くす長谷部をいやー芸気の長谷部目に焼き付けておきたいですよね本当によく戦いましたもう40歳です以上レズニュースでした次はこのコーナーに参ります 九州の異論反論レッズ船裏列ビーの坪井啓介さんに電話されました坪井さん今回もよろしくお願いしますよろしくお願いしますしかし柏レースルー戦は昔からあるレッズあるあるというかね <laughs> 井原さんが監督で短い期間だったけど、はいえー、犬飼智也、木下康介、うん、この二人に前線と最終ラインで しっかりとやられちゃってそうですねえー、見ていて坪井さんの感想はあの一戦はどうでしたいやまああのもちろん,うん犬飼い木下非常に気合い入っていたなという部分を感じますけども、はい、チーム全体としてすごく柏の方はやっぱり守備の部分徹底されていたなという気がしましたねあの柏はいわゆる、えー、チームの S クラス2人いませんでしたよねはい だから彼らがいないから私なんかは比較的突然のあの3点の、ね、プレーが印象残っているだけにいけるかなと思ったんだけどいざやってみないとわからないもんだなっていうのが試合後の,あの感想だったんですけどどううででしたそうですね、まあ、本当に毎試合毎試合相手によって色ろ変えていかなきゃいけない部分の難しさっていうのは特に J リーグはあるのかなというふうには感じましたね。 どういうプレーを裏和は続けていくのがよろしいんでしょうかあの柏みたいにしっかり、まあ、442のブロック作っていくるチームだったと思うんですけども、はいまあ、そこに対して中盤あたりやっぱりしっかり疲れた時に、はい、特に柏選手いうと小泉とのところ、はいまあ、グスタフソンもそうなんですけどもそこを抑えに来られた時にやっぱそこでの うん動き流動性はやっぱりまだ少ないのかなというふうに感じてしまいましたかね。うん、やはりあのー、3つのポジションですね。はい、これが今季の裏ズの生命線になりますかねうーん、まあ、ボールを運んでいくということに関して言えば、間違いなく、あそこがどういうふうにうまく、えー、可変をしていくまか。3人だけじゃなくて、サイドアタック、サイドバックも含めてなんだと思うんですけれども。ええ それはあの必要になるかなと思いますし、やっぱり動いてるときは、いいシーはい、あると思うんですよ。はい。はい、グスタ t ソンが落ちたり、そこに小泉が入ってきたり、うん、えええー。で、あの、前田が張ったきに、石原が、インナーを取っていったりとか、はい。はい、で、グスタ t ソンが、あの、ダブルブランチになってから、前に出て、徹底的なパスを出したりとか、はい、ええ。やっぱり、動きがあるといいシーンっていうのはできてるかなという気がするんですよね。今のつぼいさんお話になったのは、まさに突然の レズでしたよねそうなんですよね。あれができないんだね、ああいう風な形でしっかりブロック作られて守られるとね。だからまあ、あそこはやっぱり動きづらいとは思うんですよ。バランスを崩すことによってのカウンターとか、ええ、そういった部分のリスクももちろんあるんですけども。はい。でもやっぱりよく言うように、点取るためにはリスクをおそうない。そうなんですよ。リスクをおさなければ、 ゴールは生まれませんからねはいうん。でねサボーターの中には、はいえー、最終ラインからでも一本ね前にチアゴサンタラに放り込んだ方がいいんじゃないかという意見もあったんですが、はい、そういうブレーも何本か見られましたけれども、はい、ほとんど回収されましたもんねそうなんですよねまあ、だからそこがあの後ろから一本入れるんであればやっぱり 中盤はサポート入らななきゃいけないけしチームとしてどうだったのってそれをやる意図があってたのか、はい、合ってなかったのかっていう部分はやっぱり大事なことですからね。でね、コールキンゾさんが試合終わった後にね、はい、まだまだこれからと言っているんじゃ優勝は難しいというようなニュアンスの言葉を残して、歌手はスタジアム去ったんですけど、私も全く同感なんですよ。はい、はい もう5月の声、飛行というこの時期ですから、うん、次のガンバ大阪戦は、かなりこれ、最下だしね、はい、大きな一戦になるんじゃないですかですすかねあのチームとしてやっぱり、えー、本当に上で争っていきたいのであれば、やっぱり落としちゃいけないゲームかなというふうに思いますこれ、また柏レイソルとは違った、えー、戦い方をしてくるんですけれども、どう戦えばいいですかね。はい あの守備のことに関して攻撃のことに関して言えばやっぱり、えー、今ガンバも中盤のところはかみ合わせてきそうな気がするんですよね、はい、ダブルブランチとトップ下に1枚置いてる形なので裏の中盤は多分ついてガツッとついてくると思うんですよなので、まあ、そこをどういうふうにこう動きで崩していくかっていうのは一つ重要かなと思いますね。 あと岩尾健選手がねやはり彼が出ると非常にあの落ち着くんですけれども、はいえー、火曜日の段階ではまだ別調整になっているんで、うんえー、彼をっていうような気持ちを持っちゃいけないな我々サポーターは今いる選手でやってもらわないとねそうなんですよね、まあ、実際あのいるとかなりやっぱり攻撃も守備も気が利くプレイヤーなので助かるんですけれどもそれを言ってもしょうがないので。ええ やっぱりちゃんとチャンスをもらった選手たちがどういうプレーをしていくかっていうのは大事だと思いますね,でねえ今日は坪井さんなんで、はいえー、多分このラジオを聞いている人はみんな聞いてもらいたいことを最後に伺いますが浦和レズのクラブの話ですがフットボール本部、はい、いわゆる強化ですね、はいえー、西野ストムテクニカルディレクターが退任をして坪井さんと同期で共にプロキャリアをスタートした堀之内聡さんが、はい スポーツダイレクターに就任したんですがね、同期だし、よくわかると思うんですが、はいえー、この堀の、えー、起用について、えー、同期として期待することはどういうところですか、あのー、まずはあ、すごくプレッシャーや責任がある、えー、ところだと思うんですよ。はいえー、その中で 頑張ってほしいなっていうのがまず一つそうなんですけども、ええ、やっぱり長く浦和に所属して、選手として、はい、所属して、選手としての立場、そして教科としての立場、両方はやっぱりしっかりと経験している、えー、そんな人材だと思うので、ええ、やっぱりそれぞれの立場がどう思うかっていうところで、教科としてはドライにならなきゃいけないこともあると思うんですけども、でもやっぱり堀らしさというのはそういうところだけではないと思うんですよ。はい やっぱりお互いの気持ちが通じるようなわかるような、ええ、通い合うようなそんな風にチームを作っていってほしいですねそうですねはいありがとうございました今日はウラレズオービーの坪井圭介さんでしたありがとうございましたありがとうございました今週のレッズブレス読みどころはこちら <laughs> ウラレズサポーター向け情報サイトレッズブレスからのお知らせ 渡辺涼馬が思う声コーチングの課題これに触れておりますまた来週ルバンカップに向かって出場機会を待っているのが宇賀神智也宇賀神選手の話掲載予定さあ登録してぜひじっくりとご覧ください坂浦力浦和本店店長の今井敏弘です え、週末はホーム最下でガンバ大阪との一戦です。えー、ガンバとは、えー、数々の名勝負がありましたね。えー、特に長井一郎の選手のゴールは、昨日のように覚えております。お店は土日午後1時から営業してますので、えー、スタジアム前、帰りなど、ぜひお立ち寄りください。スタッフ一同お待ちしております。以上、坂倉力いるアホン店店長の今井敏弘でした。俺たちのレッズ声。 俺たちのレッズ越え、今週もたくさんのメッセージ届いております。まず、たくやとものパパからです。またもや連勝ならず、さらに柏戦は勝ち点1を持って帰って来れなかった。え、しかもゴールが木下、守備では犬飼の活躍、皮肉にも活躍の場を求め、裏を去った選手たちでした。岩尾がいなかったことで負けたとは言いたくないのですが、残念ながらその通りになってしまいました。 小泉と伊藤は前に張るタイプなので仕方ありません。しかし、ビルドアップ時に人数が足りなくなってしまいます。それまで、イバはグスタフソンの位置によく降りてきていました。ですが、今回、うまく機能しておりませんでした。ただ、75分過ぎから安井が入ってからは、グスタフソンの位置に下がってプレーするようになり、スムーズにボールが前線で回っていきました。 これはもう解説者も言っておりました、この試合見て、前半あれだけうまくいっていないのだから、後半からもう中島安生に変えていくべきではないかと思ったんですよ、終わってみれば、シュート8本、枠内1本、最悪の内容になりました、早く連勝取れるように立て直してもらいたい。 次のガンバ大阪戦宇佐美中心にいいチームに仕上がっています水曜横浜 F ・マイノスとの一戦見たんですが結果2対0で負けてはいましたが内容は完全にガンバが上回っていましたやっぱり中盤が鍵を握ると思います連敗避けたい頑張りましょう拓也智也のパパ柏戦を本当に 総括していいいたただだメールだと思います浦和のジョージ・ベストは違った局面から伊原マジックにしっかりはめられてしまった私は伊原さん魔術を使ったわけではないと思うんですね極めて基本的なブロックを作りそして列が一番苦手なプレスで追いかけ回ます 自分たちのペース、全く握れずに、あっという間に1試合が終わったというのが、レッズ側の感想じゃないですかね。非常に基本に忠実に選手をマネジメントした伊原監督という感じですよね。さて、裏のジョージ・ベストの話続けますね。連勝できない。それにしても、岩尾が出ているときと、そうでないとき、このチームははっきり違いが出る。 出てる時はチームがとても安定している、バランサーとして今の浦和に絶対不可欠の選手です。結果が決勝でやってもらいたい。あとは、伊藤敦樹が目立たない、何か迷ってるように見えます。小野さんが番組で言っていたように、フットボール本部の今年の補強、確かに素晴らしかったんですが。 今年は去年の継続と積み上げ、進化を目指したのに、また一から作り直している感があるんですね。選手も監督も毎年別チームのようにがらりと入れかわるし、してる選手がほとんどいないとうちの妻が言っていました。それじゃあ成熟したチームにはならないよな。と去年の今頃も同じことを言っていたような。 気がい,いたします次こそは今年こそはと一喜一憂することの繰り返し上昇軍団の仲間入り早くしたい今度こそはともう一度願う今度こそ今度こそと言いながら30年ですからねまあ別に諦めているわけじゃないんですがね ただ、私、このお対りの中でね、一番、ああ、これはまずいよなと思ったところがあるんですよ。それは、浦和のジョージ・ベストの奥さんが言っていた一言、知っている選手がほとんどいない。これ、今、ダゾーン中心でしょなかなか地上波のテレビ、テレタま頑張ってくれていますけど、指示見るわけにいかないでしょ契約の問題あるからね。 そうすると、いつの間にか、レズの選手の顔と名前が一致しなくなってくるんですよ。そうするとね、だんだんレズから距離が出てきちゃうんですよ。これ、一番怖いところなんですよ。それが私は突然の2万8千人台の、あの入場者数だったんではないだろうかなと思ってね。これ、とても怖い。 一応ねジョージ・ベストのね、吉名球、柏戦は突然の勢いをつなげることができませんでした、前々から裏を見てきた人は、な、えー、んとなくこうなるんではないかという予感がありましたが、良い試合をした次の試合、あまり良くない、あくまで印象なので違うことがあるかと思いますけれども、ここ数年、そういう流れではないかと思っているんですね、相手との相性が出やすい、そんなサッカーをしているかもしれません。 今回スタジアムに行って柏のホーム側で見ました赤は着ていないものの周りをほとんどの人が裏のチャンスに枠くしそんなホームジャックされた試合でまさかの敗戦です元浦和の犬飼選手や木下選手井原監督にやられてしまいました帰り道は悔しかったですグ雲監督は J リーグに来る前と来た後の今では J リーグに対する印象に変化あったのか気になるところであります 去年よりも確実に補強している中で、連勝することができないこの状況、試合後の会見で、去年とメンバーがかなり入れ替わっていることも言っていたようですが、監督も変わらず、去年のサッカーを継続し、その上でメンバーが変わっているならば、時間がかかるんだったらよく分かりますよ。しかし、今シーズンはやっているサッカーも、去年とは違うんで、去年と同じメンバーであっても、連携面はそのまま引き継げるものではない。 ないい状況だと思いますなのにメンバーが大きく去年から入れ替わったから連携面でもう少し時間が必要と言われるとないとは思いますけど思っていたよりも難しいリーグで迷いが出てしまってはいないのかと気になるところ首位ともちょっと勝ち点が離れてまいりました。 まあ今、解任とかではなく、継続の方向で進んでもらいたいと思っていますが、連勝できないと、そろそろ心配な時期になってまいりますという、吉見英級ですまあ、我々はね、一試合一試合で一喜一憂しながら、レズと30年でしょ。でも、今年はもう来年のことがあるからね。 目の前の前試合,1試合はとても重要なんですよあのクラブワールドカップ出場があるからねだから普通の1年ではないというところでかなりのサポーターの気持ちが1試合への比重が重くなってるんじゃないかなとそう感じるんですがね板橋のレッズサボなんとくなですがねこんな試合展開を予想していたんですよまさかその通りになるとはね いい試合した後はななぜか勝てない失点心改善されていないし佐藤と石原の加入心強いけれども戦時的にディフェンダーに負荷がかかりすぎてもう今から夏は心配しています攻撃陣も相手の戦術によって機能したりしなかったり我慢は慣れているんですけれどもあとどのぐらい耐えればいいのやら言いたいことはたくさんあるけれども次のガンバ大阪戦は再スタに参戦します 内容はどうでもいいから菓子店三を頼みますというレッズサボです板橋からのお便り明穂の助六隠密参戦してまいりました柏のゴルーラ上のはじっこあたり見ていたんですが私の周り隠密だらけでしたボールを前にという意思は感じるんですがね ミスしたり狙われたりでつながらず相手に取られてしまうまあそれでも五分五分という感じもう守備が固かった後半木下が出てきた時に心の中で気をつけてよと言っていたんですがやられてしまいました希望していたサンタナの4試合連続ゴールもチームの連勝も叶いませんでした私の週末は柏戦の観戦に始まり土壌は岩手 FC と清水エスパレスの試合に参戦 日曜、埼玉に戻って、駒場でレディー戦に参戦。レディーさは期待裏切らんみませんね。野島ステラに2対0で勝ちました。連勝と清家の連続ゴールも伸ばしています。各地で桜を見ながらのサッカー三昧の3日間です。さて、このような時に対談する西野さん。ありえないと思うんですが。 船長何かあったんでしょうか気分的にあんまりいいもんじゃないんですが次の岩場戦いろんなものを吹き飛ばすような勝利を願っておりますコーノス・ミヤビですヘグ駒監督就任から433システム導入攻撃的なサッカーを標榜し4ヶ月 せっかちでネガティブな意見だけれども J リーグ8試合を戦って11失点と失点多く得点は12点と思うほど取れずボールを保持することできても監督目指すサッカーにはハマらず相変わらずシュートの精度低く攻撃力上がっているとはとても思えない寄せの早いプレースをかけてくるチームにやられすぎピッチで試合をやるのは選手 4三3 3にとらわれすぎず、個々の判断早く連携取り、リスクを恐れずに戦わないとだめ。まだ始まって間もなく、チーム作り道半ばと考えているようではだめ。リーグ優勝を掲げるのであれば、悠長なことを言っていられないのではないか、河野さんの身をからです。おっしゃるとりですよ。 だって別に数学の因数分解してるわけじゃねえんだから繰り返し繰り返しドリルやったところでもっとサッカーは常に10秒後の応用問題解いてるみたいなもんなんだから選手がやる以外全く誰も打開はできないわけですよだから時々出てくる リーダーダが欲しいここぞという時にね今その人がいないただいないものはいないんだからしょうがないんだからそうすると全員が先発ベンチそしてまだ声かからない選手たち全員がどういうような流れの中でどういうサッカーをやるんだということを 共有しなくちゃならないわけですよ。これはもう、選手たちの仕事の大半になるんじゃないですか。そうすると、宮城が言っているシュートの精度も上がってくるんじゃないですか。から相手がプレスをかけてきても、それを今度は逆に利用できるような、そういう柔軟さもつくんじゃないですか。今のままだと ダメ、ダメ、ダメと言われて、本当にダメだよなと、私も同じようにおむがえしになってしまいますもんね。それは新蔵さんがカシャ戦の後に言っていたんですよ。まだまだこれからだと言っているんじゃ、優勝なんかできるはずがない。そういうことだと思います。バブ1号、最悪の気分、怒りが収まりません。 レースル戦相手に非常に痛い敗戦、チーム全体も機能することが全くと言っていほどなし、岩尾選手の不在がそのままチームに影響してしまった感じです、失点シーンでは個人的に伊藤選手の守備、かなり気になりました、伊藤選手のペレスが緩んだ瞬間に柏の攻撃のスイッチが入り、そのまま失点してしまった印象、伊藤選手、この前の FC 東京戦でも守備の軽さからチームが失点、グ雲監督のお叱りを受けたことがあっただけに、 これが続いてしまうのは残念と同時に怒りすら湧いてまいります。伊藤選手は次の試合からベンチを外してください。もう試合出るな。それから小泉選手もつかむな。シュートを外すことになりすぎている。何もないかのような顔をしている。だからこうなる。今年何度同じ失敗をするのか。攻撃的なサッカーはこんなものなのか。これが攻撃的サッカーなのか。 結果、求めたのか結果が出せないんだったら何かしら変えろよ。いい加減にしろ。裏の男だったら死ぬ気で戦え。というバブ1号であります。あの、そのまま読んでおりますから。そろそろこういう気持ちにサポーターがなりつつあるということですね。アッパー10人。 憂鬱な週末を過ごしましまた突然の解消全部吹き飛ばしてしまった温泉の上ウ柏線普段あんまりシステムの話とかしないんですけれども今日は厳しく言わせてもらいたい校長の岩尾健が欠場することは分かっていながらヘグモ監督開幕からずっと低調だった小泉伊藤の イインサイドハーフをなぜ選んだのか案の定二人は機能不全攻撃にノッキングを起こすだけでなくリンクマンとしても機能することができなかった前の三人の選手見ていてかわいそうだった今後全く機能しない二人の同時起用やめてもらいたい突然でようやく上昇ムードになったのに 一気に開幕の頃の低調な売られずに戻ってしまいました次のホームの頑張戦柏屋戦のようなシステムで臨むんですか不安しかありませんこのサボタの気持ち手のひら返しさせるような試合してもらいたいなアッパー10人ですまあ、私の印象ではアッパー10人どちらかというと前向きなお便りが多かったような印象はすんだけどね まあさっきのバブももうあの状況だしねでアッパー10人もこのような状況になりつつあるわけでしょじゃあ赤井サンタクロースカシわレースル戦の乾杯響いてます ARE あれを目指しているんだったら落としちゃいけない試合 試合の出来不出来はっきりと現れるあたり、まだまだチームのベースもしっかり浸透していないと思います。それはインサイドハーフなどの中盤のシステムが問題なのか。まあこれは先ほど、えー、坪井さんが解説してくれましたよね。このような状況下で私は控えに甘んじてる選手の雰囲気を期待しているんですが、まだアピールは足りないんですかね。 それとも監督の目に止まらないのか、メンバーの固定化勝利への近道でやりますが、チームとしてのモチベーションを高く維持するのは、逆に至難の技ですよね。このあたりのバランスは、監督だけでなく、コーチやスタッフ陣でうまく見極めてもらいたい。いや、あのメンバーの固定化ね、これ私は悪いことじゃないと思うんですよ。勝ち続ければね。ただ、今回のように、勝ったり負けたり、勝ったり負けたりでしょう。 そういうときには当然ながら、まだアピールしたくても、アピールする場を与えられていない選手のモチベーションは高くなってると思うんですよ。練習でもアピールしてるはずなんですよ。それをどう拾うかですよね。これがいわゆる監督、チームスタッフのチームマネジメントっていうのかな。去年の町家はそのあたりが大変に上手だったから。 まあヘグモさんが下手だって言ってるわけじゃないですよ、まだ途中だからね、よく分かってないから、ただ結果は出ていないんですよ、期待通りの結果がね。深井の川君です、阿部の勝ち合せん。いいところなく敗戦、相手に走り、競り勝つ、デュエルで勝つ、そういったことが積み重ねが得点を生んで、勝ち点につながることだと思うんだけれども、悲しいことに何もできなかった。というシステムの 進学論争に巻き込まれているような選手には同情したい、けれども、個人事業主なんだから、フロスポーツ選手なんだから、そのから打ち破って、ぜひともチームの勝利に貢献してもらいたい、ホームで負けていないのがせめてものを救い出し、ガンバ戦も参戦するから、突然のような圧倒的な内容で相手を粉砕したい。で、深井の架はレディースも追いかけてくれているからね。 レズレディス、前半回始早々から相模原のハイライン手こずってショートパスつなぐんですけれども、相手ゴール前になかなか進出できずにいたんですが、その中で27分、清潔選手のパスを受けた塩越選手がおしゃれなループシュートで先制し、60分には清潔選手がコーナーキックからヘディングで、橋や連続のゴール。流れの中から攻撃がままならなければ、セットプレーで得点できるのも強いチームの証し。 暫定でも勝ち点4差で首位ですそれにしても伊藤美紀選手のサッカー位級の高さ毎回びっくりしています伊藤選手はアイナックからの移籍組逆に言うとこういう選手が当たり前にいそうなアイナックはやはり強いわけだという深井の川君からのお便りでしたさて小金井の玉ナンバーから シーズン真っ最中に今週月曜日の公式サイトで西野勤テクニカルダイレクターが退任し部長だった堀之内聡さんがスポーツダイレクターに就任するという発表がありました戸リフットボール本部長の話によると西野氏が去年年末キャリアアップの話があったことを明らかにしていましたがなぜ今までテクニカルダイレクターの職務をさせていたのか ものすすごく不思議です誰だって不思議だよだって去年の年末に西野さんがその話を持ってってるんだからそして結局は途中で彼が去ることになったわけだからそれはサポーター誰だって不思議に感じるくだいだよな土田久志さんがスポーツダイレクターの職を 突然辞職してから公認置かず、ようやく、堀井内聡スポーツダイレクター就任、事実上の内部昇格ですが、何か某スポーツ紙に報道されてから、急にクラブがフットボール本部の改編に動き始めた感が否めないんですが、えー、いつも中だ発表はこんな感じで、クラブの公式サイトからの発表ですから、正直、この先を心配しています。決まった以上は仕方がないので、堀之内スポーツダイレクターには頑張ってもらいたいと思います。 今週はガンバ戦、頂上で参戦できないんですが、勝ってもらいたい。それから日曜日、駒場の、えーえー、神奈川相模原戦、あ、レジースね、参戦しました。我が浦和レ,レジース、連勝止まりません。まあ、大半は今回の西野ストムテクニカルダイレクター、退任の話ばっかりでした。玉ナンバのお便り。 それからこちら、大将、西野テクニカルダイラクターの件、7月以降の動向、分かりませんが、売られずのフロントは、最低でも今シーズン終了までのガーデニング休暇、お願いしたい。ガーデニング休暇っていうのは、F1 でチームの重要人物が移籍する際、よく設定されます。 一定の給与を保障した上で、その人物が移籍先のチームでの仕事ができない期間のことを指します。F1 チームでいう重要人物とは、技術部門の重要人物、例えばデザイナーやチーフエンジニアです、最新技術の流出を防ぐ目的で、他のチームに移籍する際に設定されることが多い。移籍先のチームでの仕事を始める前に、 強制的に取らせる休暇のことなるほどガーデニングでもしてくださいってことか2025シーズンのチーム編成に関わらないことの確約を横浜 F ・マイノスに対し要求してもらいたい今のクラブこのぐらいのことできるのかねやってるか分かりませんよただ今までの流れから見ていると そこまでの余裕があるかどうかですよ。立林のジョンです。虹の務むテクニカルダイレクターの退任決まってしまいましたね。まあ、なんと言っていいのか、率直に残念です。もともとスポーツダイレクターとテクニカルダイレクター、両方置く意味が自分には分かりませんでした。まあ、私も最終的に分からないうちに、あのフットボール本部の3年計画以降、 なんか歯が一本一本抜けるようになって今、戸張さんしか言えないからね、もう全くわからないまま、新たな体制になったっていうふうに思った方がいいですよ。で、ジョンは上層部のごたごた不安になりますが、もうわれわれ、骨折さんについていくしかない、やってくれると思う、西野、土田、大制で良かった目は継続しながら、周囲とか出投しよく、コミュニケーションしっかりとって、 チーームをを作りり上げてもららいいたたそれから長谷誠選手は今シーズン限りで現役引退を発表しましまとても大きな貢献をしてくれた選手で、売られ時代の攻撃的なポジションからリベロを任される選手に、日本代表としても、ここまでキャプテンマークが似合う選手はいなかったと思う。引退後、ドイツで監督として活躍しいずれ、日本代表や浦和に指導者として戻ってきてもらいたい。 ピッチ上でのラストスパート、最後まで走り抜ける、輝く姿、楽しみにしたいと思います。なかなかフランクフルトが話さないでしょう、長谷部誠を。そのぐらいの人物よ。我々がマイク向けたり取材していた長谷,長谷部誠は長谷部誠なんだけど、もうとんでもない大きな存在になってるんですよ。これがもうヨーロッパの舞台だからね。嬉しい限りですよ。 私は帰ってこなくていいと思いますよ。もっと大きくなってもらいたいですよ。指導者として輝いてもらいたいし。強いて言うならば、そうね、そのままフランクフルートだったら、フランクフルートの社長になってもらいたいわ。そのぐらいのことできるでしょう。あの人間力だったら。おしまい、負けれれ啓太。柏のように、素晴らしい守備をされたら、どうすることもできないのか。 そこを破破り突破する強いいいチームになってもらいたいそれから今週は西野さんの件を聞いてこのチームクラブ一つになっているの雰囲気どうなのとても不安私は選手が笑顔で生き生きとしている姿それだけが見たいという負けぬれ啓太の真っ正直なご意見で俺たちの列声締めたいと思いますが、えー、月曜日の夕方ね 西野ストムテクニカルダイレクター退任とクラブから正式な発表が私のラビジョー番組の寸前にありましてね。まあ、総新聞は前々から売られず混乱と報道しておりましたが、どうもその後の対面の取材に突然起こったことではなく、どうもクラブの中の混乱はほとんどないままここまで来たようですね。だって去年の 12月にもう西野努さんは、キャリアアップのために売らレずズをやめたいと、こういうふうに言っていたわけですから、それで私はずっと堀之内聡さんは課長だと思っていたんですが、3月にもう部長に昇格してるんですね。ということはもう、3月の堀内さんが部長に昇格した時点で、いつこれを発表するかというタイミングを図っていたということは、もう話は。 ずっと進んでいたということなのではないかと思います、だから混乱はなかったのではないかと思いますね。まあ、今シーズンのこのシーズン途中でありますから、今のガーデニング休暇の話じゃありませんけれども、いろんな意見や感想が寄せられております、またいろんな書き込みも見ました、で、クラブの中の人たちに聞いてもね、心情的な部分でかなり西野ストムさんに反発している人もいるんですよ。 心情的な部分でね。でね、これ心情的な部分と、それから冷静に先ほどのガーデニング休暇じゃありませんけれども、西野さんが抜けることにおいて、一体どういうマイナスが、売られずに残されるのか。っていうこと、を冷静に整理して、見ていかなくちゃいけないと思うんですよ。で心情的な面で言うとね、私はこう思ってるんです。西野ノスタムさんは、西野スタムさんの人生を歩んでいくわけです。だから今回の こういう判断については、彼自身のいわゆる人生の歩き方の一つの表現だと思いますから、これを我々はとやかく言えないんだろうと思うんですね。あとは、西野さんが抜けたことによって、どういうマイナス部分があるのか、これはもうフットボール本部で西野さんとずっと付き合ってきた、戸張本部長のお仕事だと思います。もう2人いなくなっちゃったんだから、一緒にやっていた人が。 土田さんにしろ、西野さんにしろね。でね、私、今回のこのことについて、いろんなクラブ関係者含めたところで、周辺で取材していくうちに、ある人が言った言葉がとても心の中に一言残ってるんですよ。今回のこの件について、その人はね、西野らしいって言ったんですよ。西野勤らしいと。 私は彼が神戸大学からレッズに入ってきて江戸時のコーチの原忍さんとヘディングの仕方を繰り返し練習していたクレナズマの大原サッカー場の風景そしてまたマンチェスター・ユナイテッドと対戦するってんでワクワクしてイングランドに乗り込んだ時に向こうで一生懸命勉強していた西野・努そして今回 こちら、フットボール本部に新たなレッズ強化のために仕事として参加した西野ストムことあるごとに彼といろんな話をしてまいりましたがね、それでもその人が言った西野ストムらしいという言葉の意味が、長い付き合いの中でもよくわかりません。私はもし この西野ムらしいという、西野らしいという言葉を、私なりに憶測するとですよ、西野ムさんの人生のかじの切り方が、西野らしいということなのかなと、だったら、とても納得できることがあります。まあ、今回、まり本部長だけが残ったこの体制をね、 クラブがもう本気になって総括しない限り、堀之内新任スポーツダイレクターが苦労するだけです。まあこれ強化部長ですよ。スポーツダイレクターと言っていますがね。で、堀之内智さんはね、自らあの、クラブ職員を退職しました。クラブ職員のまま強化部長をというのを断ったわけですよ。ということは、ダメだったら、クラブ去ると、 いうことでしょう。うだから退路を断っての就任となったわけです。彼のそういう気持ちの部分もサボタニには大事にしてもらいたいと思います。まあ、ともかく彼は威勢のいいことは言いません。また美人イクも話しません。でも、誠実に仕事に向き合う人物です。それはそのまま、浦和時代のあのプレーを皆さん思い出してください。わかりますよね。だからここまで 頻繁に使われた言葉裏輪を背負う責任という言葉むやみに彼に投げかけないでもらいたいと思います彼の成功を祈るばかりですはい、レーズ力船本線この辺りで港に帰ります次回は一週間後ですから4月25日木曜日の配信となります20日に行われるガンバ大阪戦の感想と配信の前日開催される ルヴァンカップのガイナーレ鳥取戦の感想もお待ちしております。宛先はこちら、m- 海賊アットマークレディパドットコムです。締め切りは配信当日、朝七時となります。それではまた。この番組は、坂倉力と共にお送りしました。チャンネル登録よろしくね。